ケオチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はアイネコのチョビーが まずハイアセルフとつながっちゃおうぜっていうふうに思うんですよね。最近はちょっとよくわかんないけど、最近リュウが流行ってんのか。リュウはまあいいや、ちょっとよくわからないから、でもリュウもいいや、ちょっと横に置いといて、まずリュウの前にハイヤーセルフ、こうか、ハイヤーセルフとつながろうぜ。まずつながりたい人、つながりたい人、つながりたくないのかな、ほんと。で、なんか僕のあの講座とかでも、あの簡単につながれる瞑想やってるんですよ。すっげーシンプルなんですよ。え、こんなにシンプルなんだって思うような瞑想なんですけど、すごく伝統的なね、瞑想ですよ。なんなら最近その Google とかもマインドフルネスっていう風にして社員研修に取り入れちゃうぐらいですからね。それすごいですよね、やっぱり Google って。スピリチュアル学んでる人は何なんだ、まずちょっとすげえつばと思うんですよ。目的が本当によくわからなくて、なんか明確にしてこうぜって俺自身も今俺に思ってるから、もっともっとなんかやっちゃおうよね。だからちょっと今日はそこら辺がどうなのかなっていう質問でね、この動画終わっちゃうわけですけども、だってハイヤーセルフじゃん、本当は。お前も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 誰もいないんだけどね、今。でインナーチャイルドを癒すのもめっちゃ大事っすよ。どっちも一緒ですよ、言ってみれば。たどり着いていく場所は、で、このインナーチャイルドを癒しましょうっていうと、今度なんかそんなの必要ないとか、今を生きればいいとか、なんか本当ああ言えば上優みたいなね、懐かしいっすけど、なんかスピリチュアルの知識をなんか逃げ口実に、本当に上手に使ってくるんで、あんまり話してるとちょっと俺イライラしてきちゃうから、ちょっとね、そこら辺はいいとして、なんかもう逃げたいんだったら逃げたいって言ってくださいよ。まずそこからしましょうよ。で、なんで逃げたいのかっていうのを寄り添ってあげましょうよ、自分にね。やりたくないんだとか、もう本当に辛い思いしたくないんだとか、なんでそういうふうに思うようになったのかとかね、なんでそういうふうに感じるのかっていうところを寄り添ってあげたらいいじゃないですか。で、頭で頭をコントロールしようとばっかりしてるからおかしくなっちゃうんだよ、本当。だから感じる次元にシフトしていこうって言ってるわけじゃないですか。で、体ですよ、感じるのは、感覚はね。で、感覚と感情がつながってるから。で、感情の後ですよ、思考は。一番なんか、まあ言ってみれば末端なわけですよ、思考って。感じる力の方が全然本当は強いし、人って感覚の方が主導権握ってますからね。潜在意識って言い方もするけど、 90% 以上ですよ、潜在意識が。思考の方は、潜在意識は本当数パーセントとしか言われてないわけだから、頭をどうにかしようとしてるんだよな、本当にな。感じるためには体を使っていかないと無理ですよ。行動を起こすのも体だからね。だから俺なんか本当に水野さんのこととかも身近な人にね、実はもったいないからあんまシェアしたくないと言いながら、すごく思いやり深い男なんで、シェアしたんです。いかねえんすよ、逃げようとしてる人たちって。自分を大切にするとか、今休む期間とか癒しとかって言ってる割にはいかねえんすよ。だからまあ行かなくていいんだけど、私は嘘つきですって言って、今度からなんか俺の前では。なんかね、もう同じ目線では俺話せないっすわ。フラットフラットって言ってきたけど、ってことで、だんだんちょっとなんか今日頭に来ちゃったから、バイバイね、もうバイバイ。次回はね、ちょっとこうにこやかに
行くんで、最後こういう感じでちょっとごまかして。以上、SKO チャンネルでした。バイバイ。